はい。こんにちは。アルビサバ、ウッチーです。今日は、アウェイ。十第12ス、アウェイ、大宮戦。いやー。勝ちましたー。イェーイーいやー、飛んじゃいましたね。飛んじゃうぐらいでしたね。勝ちましたー。いやー、よかったっすねー。 見見ましたか見てまししたたかかて、まあ、最初の,あの入場のシーンからちょっと小笑いっていう部分もありましたけど、えー、と千葉ちゃんと美香が多分こうグ,グータッチした時に大宮の前にいた選手が「俺も俺も」みたいのでパチンとされてめっちゃあの2人が笑いながらカメラからフェードアウトしてくるっていうシーンがあってそこはまあうちの奥さんは相当そこツボだったみたいでめっちゃ笑ってましたね。 はいまあそんなとこから始まった大宮戦まあかなり激しい戦いでしたねすごくやっぱりアルビはゴールボールキープポゼッションやっぱりできていたんですけれども大宮のはやっぱりそこは分かっまあ大宮自体もポゼッションサッカーかなと思うんですが今回はそれとはまたちょっと違ってかなりカウンターとか裏への抜け出しを意識して。 まあ新潟そこにやっぱりやられてしまったっていう部分はありますけどもすごかったですね、まあ、先制点はフミヤのこう腕をたたんでのここここでのゴールでしたねここまでは確かハンドにならない腕を上げてなければってやつですよねいやフミヤがえー、っと初ゴールですねはいおめでとうございますおめでとうございますはいうざいね いやあ、よかったっすね。うーん、よかった。うんまあ、そんな、ですね。じゃあ、えー、っと、今回のよかったシーン、いきましょうかね。そんなん、どうでもいいか。まあ、どうでもいいんですけど、そうっすね、どうでもいいんですよ。別に、俺もこれ、ただ単純に、三千度が勝手になんか、プレイリストに上げてるけど、別に三つ選んでねえし、みたいなも。 あるんですけども共謀はまあ良かったのは結構後半が結構盛り上がったなって思いましたよねなので後半だけ後でもう一回見てないぐらいなと、うん、思いましたえっと待、まあ、ち最初の多分後半始まってすぐとかだったかのあの千葉ちゃんからあのー、ギータ界のパスとかやっぱりバチンと早く来てああこういうのいいよなってですぐやっぱ高木 ギタかよし君前向くのが早いんであれがすごいんですよねああいうシーンも良かったしまあんと言っても今回はやっぱシオンのゴールかなと思いますねやっぱよし君のおしゃれなパスからのっていうおしゃれなパスからシオンがあそこで決めるっていうね すんごいもうアルビーの選手、オミュの選手がいっぱいいるところのその隙間をシュート、と。素晴らしかったですね。素晴らしい。あとは、えっと、まあ80分でしたかね。えっと、星君のゴールもやっぱ良かったっすよね。あれもシオンのドリブルが持ち上がってたのかな。 まあ、シオンからミトちゃんにいてミトちゃんがくんに出しててかくんやっぱくん似てるよね <laughs> 違うでまあくんに出してで倒されてたけどすぐ立って空振りしたけどもう一回もなんか踏ん張って蹴って早かった素晴らしいよかったっすねうん もよくてまあこれが2つ目だとして3つ目は多分ダゾを見たた人みんな思ったと思うあのう、ー、あのアディショナルタイム2分の時のゴメスのあの走って走って走ってのやつですよ走って走ってスローインにしてからの雄たけびでしょ思ったでしょうどうですか思いませんでしたわかります 思いました俺はあれ良かったっすよねごめん超走ったね今日も今日すげえ走ったと思うやっぱりあのピピーが鳴ってからすぐ倒れ込んだもんすっげえ走ったんだろうなやばかったと思いますねまあそういうのも良かったんであと今日あれじゃないですかねあの監督の采配がズバリすぎたかなっていうふうなのは思いますよね ではミトちゃんが入ってまあ、星くんが入ってから、まあ、かなりまた変わって多分やっぱりキングとはちょっと動き違うんでそこの部分で相手がちょっと後手に回るようになってきたところにミトちゃんち投入してからまたものすんごい相手が全然もう多分大宮の選手がついてこれなくなって、うん、でそしてゴンザはいなんかなってまーす。<laughs> まあ気にせず行きましょうかね。そうで、ゴンザ。ゴンザ、めちゃめちゃ今回良かったっすよね。あの、やっぱり短い時間だったけど、しっかりと自分のプレーっていう、その自分の与えられた、うーん、プレー、なんだろう、気持ち、な,なんだっけ、役目役割を、やっぱりしっかり果たしたんじゃないかなって思いますね。すごかかかすすごごいい良良良っったた今日みんなかった。 ですかねこのね拍手ね意味が分かんないよねそうわかんないんすよいやよかったっすだってまず先制してから同点になってであんな素晴らしいショーカウンターで逆転されてまあ大宮の2得点ともすげえよかったんすもんドンピシャ素晴らしいゴールでしたそう3日 3日。3日。ほんと、俺はもう、いや、もう早い段階でイエローもらってて、あ、これ、帝退場で、ありがとうございます、なればいいな、みたいな思ってたら、もう、まんまと帝にやられる、みたいな。まあ、そんなんで、まあ、先生、同点、逆転、同点、逆転、みたいな。ウ礼儀でしたね。よかった、よかった。いや、マジよかった。えー、次が、 えーっと、9日ですね。9日はホームで松本山川ですね。行きまーす。松本山川行きまーす。えー、っと、ちょっと今回は、まあ、見やすい場所で見させてもらいます。そんなすかねー。確か松本が今日相模原でさっき見た時にはまだ勝ってた感じでしたね。 2 0で勝ってたようなのなので松本もやっと調子が上がってきたのかなとまああれなんですよねなんか後半シリア感に調子上がるチームって絶対あるんですよね監督が変わったもうやっぱりそれが決まりみたいなのでありますよね山形もそうだったし山形、松本岩田がそんな感じになったのかなと僕のイメージで思ってますのでちょっとその辺が。 これから当たりたりないんだよなっていう感じですね、うん、岩田はもう早めに早々にちょ調子の調子が上がってきてるし山形も結構ここ最近まあ今日は確か引き分けだったけど上がってきてるのでやっぱりどん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 ,ん J2 ってすげえどのチームもすごいんですよねそう思いますはいちょっとこれこれするとね頭が痛くなってくるのこの点のやつね 目が良くなるとかいう噂のねトンボメガネですねまあ、名前わかんないけどはいじゃあ次は第13節の松本山賀戦ですね楽しんでいきましょうはいとりあえず、えー、今日は3連勝して、えー、開幕から12節負けなしでアルビは今のところ 歴代十四節負けなし、開幕とか関係なければ、十四節負けなしっていうのが、えー、と一番最長という風なのです。まあ、別に記録がどうこうってわけじゃないですけど、ちなみに、十五節目となるものが京都という。いや、これは面白くなりそうですね。まあ、そこまでどうなるかわかんないですけども、とりあえず、今日は六時から京都と琉球が戦うのが、それは結構楽しみだな、という感じでございます。 えー、今日はこんな感じですね。またよくわからないトークばっかりですけども、えー、こういうのでもよろしければ、えー、チャンネル登録、えーと、コメントなどしてまた100%をお返しいたします。あ、嫌なコメントには返しません。はい、そんな感じです。あ、嫌なコメントも返してますね、俺。結構イエスだな。ね、<laughs> あの長野、長野の変な人とか、<laughs> 人には返してたから、結構真面目にちゃんと返してるな。そうですね、ちゃんと返してましたね。変なコメントには適当にしか返せませんけどね。 はい以上でございますではまた敬礼は右手やではいありがとうございますチャンネル登録とグッドボタンお願いしますこれ見えなくなるでしょ本当はい、お願いしますありがとうございます